スティーブ・マリオットはイギリスのロックミュージシャン、作曲家及びギタリスト、スモール・フェイセスやハンブル・パイといったバンドだけでなく、ソロでも精力的に活動した。その独自の歌唱方法は後のブリティッシュ・ロックシーンに多大なる影響を与えた。幼少時は子役として舞台で活躍した。イアン・カー・マイケルとオリバーに出演し、 十大代初期には日本の映画に出演した。その一本は、ピーター・セラーズとの共演であった。身長162センチメートルと小柄ながら、R&B に敬意を払ったソウルフルで迫力のある歌唱力を持つ。ブラックミュージックにロック的解釈を施したカバーも多く手がけ、特に、レイ・チャールズの、I don't need no doctor は、ハンブルパイ時代から晩年に至るまで、必ず、 セットリストに入れられていた。1960年から1970年代にかけて最良のブリティッシュロック及びソウルボーカリストとして広く称賛されており、多くのフォロワーを生み出した。さらにソングライター、ギタリストとしても高い評価を得ている。子役時代にオリバーで、すでにレコードを出していたが、ソロ作品を経て、モーメンツにリードボーカルとして参加し、 キンクスのカバー、ユーリアリーガとミーイを出すもすぐに飛んざし解散する。その後は、ロンドンの楽器屋で働くが、そこで、ロニー・レームだと出会い、スモール・フェイセスを結成。長きにわたる本格的な音楽活動のスタートとなった。1965年から1969年まで、スモール・フェイセス。1969年から1975年までは、 ハンブルパイで活動した。以降のバンド活動については、マリオット中心の記述であり、詳細なバンドの活動については各バンドのリンク先も参照のこと。イギリスの1960年代後半における最も成功したポップグループの一つ。マリオットは自ら、またはベーシストのロニー・レーンとの共作で、オール・オア・ナッシング、イチクー・パーク、レイジー・サンデー。 ティーンソルジャーといったヒット曲を送り出した。しかし、グループがティーンエイジャーのポップグループとして人気が高まったことと、アメリカ市場で成功できなかったことに不満を感じ、1969年、ライブを途中で放棄し、突然グループを脱退した。スモール・フェイセス脱退直後に彼は、新バンド、ハンブル・パイをギタリストのピーター・フランプトン、ドラマーのジェリー・シャーリー、 ベーシストのグレッグ・リドリーと結成する。よく勘違いされるのだが、もともとはフランプトンが呼びかけて作ったグループである。エセックスのマリオットの自宅でのリハーサルの後、彼らは、ファーストアルバム、アズ・セーフ・アズ・イエスタ・デイズを、マリオットがスモール・フェイセス・後期から所属していた、アンドリュー・ルーグ・オールダムのイミディエートレーベルから、リリースした。同時期に作られた曲、あいつは、イギリスで、 トップ5ヒットとなった。しかし、最初のアメリカツアー終了後イギリスに帰国すると、イミディエートレーベルの破産に遭遇する。イミディエートは、その取締役の一人が会社の利益の多くを不正に吸い上げていたことが後に、知れ渡った。マリオットも、自らの作品に関する権利を30年以上、同社に保有されていたにもかかわらず、生前に、印税収入を得ることは、 ほとんどなかった。その後は、A、A&M レコードと契約し、アルバム、大地と海の歌を1970年7月にリリースする。ニューヨークのフィルモアイーストにて、1971年5月28日と29日に行われたライブを収録した、アルバム、パフォーマンス、ロッキンザ・フィルモアを発表する。火が出るように熱く、ヘビかつブラックソウル溢れる演奏で、 このアルバムはしばたたく間に傑作としての評価を手にする。ただリリースに先立ち、長年の名優ピーター・フランプトンはグループを脱退している。以降、このグループはマリオット色をアルバムごとに強めていくのだが、連続するツアー生活でバンドが疲弊。1975年をもって解散状態になる。一空パークのリバイバルヒットにより、 ロニー・レーム以外のメンバーで再結成。2枚のアルバムを発表するもすぐに解散する。1980年代に入り新生ハンブルパイを立ち上げるが、2枚のオリジナルアルバムを残して活動停止。その後は、ソロ名義のほかパケット・オブ・スリー、ザ・ネクスト・バンドといったバンドを従え、小規模の会場が中心ではあったが、年間250日に達する年もあったと、 言われるほどの精力的なライブ活動やパブでの演奏を継続。名優ピーター・フランプトンと再会する。時を経て、お互いを認め合い意気投合し、二人で活動を再開する予定を立てていたが、計画が果たされることはなかった。1991年4月20日、海外旅行から帰宅したエセックスの自宅にてね、タバコが原因の火災で焼死し、44歳で亡くなった。 ありがとうございます。